僕が議員になってから面白いなと思ったのは、自民党のね部会とか調査会に来るわけよ、議員じゃないのに。それでもね来てね、あっとか手を挙げてね、そうするとねひな壇がね刺しちゃうわけよ。いやダメだよ刺しちゃって、議員じゃないんだよ。誰かねおかしいって言ったわけ。その議員でもないのにね発言してね、発言はね許すね、ひな壇も悪いんだっつってね、でねしたら若いやつらね、帰れ帰れ帰れっつってバカ野郎ふざけんじゃないとかさ、すごすごいなくなるのが普通の人でしょ。スクッとだって浜田光一失礼しますとか言ってキャラ立ちすぎ。